小出さん。はい。あ、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。小出さん、今日はですね、ズバリですね、日米原子力協定についてお聞きしたいと思うんですが、はい、私もちょっと調べましてね、はい、この協定、1955年にまず結ばれて、はい、1968年に旧協定が、はい、結ばれて、はい、そして1988年、今の協定が、中曽根内閣だと思うんですけど、はい、結ばれて、はい、この協定は今も有効なわけですよね。そうですね。この30年だったですかね、なんか。そうです、30年で。はい、だから2018年までですね。この日米原子力協定というのが今あるわけですよね。そう、もちろんです。ねえ、小出さん、この協定、どんな内容でどんな問題点がありますか？原子力協定だけを、特別、はい、歴史の流れから切り離すというのはもちろん間違いなのであって、はい、日本というこの国が、サンフランシスコ講和条約で一応、米軍から解放された時からの流れの中で理解すべきだと思います。はい、そして日本には、日米安全保障条約もあるわけですし、日米地位協定というものもあるわけですね、はい、そういうものの基本的な枠組みは何かというと、日本という国が米国の属国になっているという、そういうことなのですね。原子力協定ももちろんその一部を成しているわけで、はい、米国の指導の下というか、米国の思惑の枠組みの中でこれまで原子力をやってきた。で、米国に付き従っている限りは一定の自由を与えてやろうという、そういう協定です。例えばですね、はい、核燃料サイクルなんですが、はい、これを日本はやめたいと思ってもこの協定がある限りやめれないでしょう。もともとはその米国も日本に核燃料サイクルはやらせたくなかったのです、はいはい、というのは核燃料サイクルというのはいわゆる核兵器製造サイクルとでも言うべきものでして、原子炉でできたプルトニウムを取り出すということが一番の眼目なのですね、はいはい、で日本はでも何としても自力で核兵器を作る力、うん、技術的な能力をつけておきたいと思っていたわけで、その中心技術である再処理ということをやりたかったのです、はあ、でところが米国としてはやはり日本という国にそれをやらせるのはまずいかもしれないと思ってですね、はい、日本が再処理に手をつけるということに関しては随分と米国の中で反対があったのです、はあはあ、その反対を押し切って1977年に東海の再処理工場というのがまあ動き出したわけで、はい、ようやくにまあ日本としては米国から了承を取り付けて核燃料サイクルに踏み込むことができたということなのです。そうなんですか。はい、それをもちろん簡単に日本が手放すことはできないわけですし、はい、米国としてもまあ日本が指図に従っている限りは、まあ、世界で唯一なんですね。核兵器保有国以外に再処理工場を認めたというのは日本だけなのであって、はいはい、日本が属国である限りは認めておいてやろうという、そういう枠組みの中で原子力協定があるのです。ですから、まあ、歴史の流れの中で考える限りは、日本は自分でも抜けたくないだろうし、はい、米国としても今の枠組みが維持できている限りは、日本はその枠組みで利用したいと思っていると思います。例えばね、はい、アメリカの原子炉を日本が、購入することで、はい、ウランあるいはプルトニウムの燃料でアメリカは儲けていこうと、そういうこともあったんでしょうか。はい、ウランを売りつける、あるいはその原子力発電所というのは、はい、天然のウランでは日本の原子力発電所は動かないわけで、はい、濃縮という大変な厄介なことをしなければいけないのですが、はい、米国はウラン濃縮、つまり原爆を作るためのウラン濃縮工場をたくさん作りすぎてしまって、そこから出てくる濃縮ウランをどこかに売らなければ儲からないのですね。アメリカ余ってたんですか？そうです。もう山ほど余ってますので、とにかく原子炉を売りつけて、その燃料を売りつけることで金儲けをする、はい、そして原子炉自身も米国がパテントを持ってるわけですから、はい、売れば売るほど儲かると。ただし米国自身はジェネラルエレクトリックもウェスティングハウスもすでにもう生産ラインを失ってしまっていますので、日本の生産ラインを動かしてそれでまた金儲けをしようと目論んでいるわけです。危険は日本任せで、はい、利益はアメリカが取ると。そうです。で、日本もまた原子力側はそれで儲けたいし、核兵器も取りたい、作りたいという本音もあるので、はい、日米のそういうこの原子力に群がった人たちが、お互いが、
まあ、これが、民衆は全く無視して、お互いいいだろうということで作ったような協定でしょうか。そうです。まあ、国家としての思惑、あるいは企業としての思惑というのが複雑に絡み合って、米国の利益、もちろん米国は利益を求めるわけですし、はい、日本の企業もすでに作ってしまった生産ラインがあるので、もう抜けることができないということで、儲けに走っているわけです。これね、先生ね、例えば、はい、日米安保条約ってありますよね。はい。これがある限り、沖縄とか横須賀の基地は日本にあるじゃないですか。はい。だから、いくら沖縄の人が基地を、撤去しろと言っても、日米安保条約がある限り、なかなか撤去されませんよね。そうです。これと同じような構図が、原子力にもあって、そうです。結局、日本政府も沖縄の基地ビジネスで儲けたい人もいますからね。はい。あるいは軍産複合体もそれで儲けたい人がいるし、そうですね。アメリカだって日米安保条約の中で沖縄に基地を置きたいという、まあ、そういう両者の、まあ、野望みたいなものがこの安保条約であって、はい。結局沖縄の人は苦しんでいると。はい、そうです。先生ね、これね、この、はい、原子力協定、2018年に期限が切れます。はい。これは破棄させないとダメですね。私は破棄させるべきだと思いますし、原子力協定だけでなくて地位協定だって破棄しなければいけないし、はい、そうですね。日米安保条約も破棄すべきだと私は思います。本当の意味で独立していかないといけないということですね。そうです。はい、よくわかりました。先生、はい、また引き続きよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。